おはようございます。スバスバスです。あの、今、その、引っ越しを控えてて、えっと、契約を途中までもう進んでるんですけど、あの、そんな中なん、さっきちょっと、あの、仕事中に、あの、なんとなくその、その、自分の引っ越し、引っ越す地域の住所で、なんか物件、なんか適当に別の物件探してたら、なんか良さそうな物件見つけ、二つも見つけちゃって、で、やべ、どうしよう、なんか気持ちが揺らぎ始めたと思って、 で、その、まあ、その、良さそうだなと思った物件が、あの、平屋、平屋なんですよ。まあ、それでも地、地区、50年とか経ってる。まあ、あの、まあ、想像していただければ、ちょっと分かる、わかる、わかるかと思うんですけど、平屋で、でも、その、僕って、その、歌やってるから、あの,その、その、隣近所と、その、壁が、こう、くっついてない物件がいいなって思ったんですよね。あの、あの、要は、その、なんか、一個、一軒家、平屋一軒家で、こう、ちょっと、あの、外の、 道路というか、砂利道があって、一軒家一軒家って、なんかそういう物件って、なんか、たまにあるじゃないですか。かいいなと思って調べたら、その、今、そう、いや、ちょっと安、今、今契約中の物件よりも、1万円くらい安いところで。で、あと、そのもう一つ、その二軒目も、その平屋で、なんだけど、そ、そっちはなんかリノベーションしてて、なんかめっちゃ中が綺麗で、洋室になってたし。 元々は質だったと思うんですけど、多分、あの、地区、地区50、いや、60年かな ?60 年なんだけど、中がめっちゃ綺麗だったから、その、ホームページ見たら、おそらくリノベーションされてるんだと思うんですけどね。そこもいいなって思って、で、その、やっぱり気持ち揺らいでるどうしようどうしようっていろいろ悩んでたんですけど、あの、で、よくよく調べてみたら、その2つ、そのどっちの、その平屋の一軒家っていうか、そういうの、どちらも、あの、 なんか、定期、定期借家、定期借家、定期借家権っていう特殊な契約の方式らしくて、それが、あのー、2年、二年契約で経ったらもう絶対にもうそれ以上住めないんですよ。絶対にそこからもう出なきゃいけないっていう。たった2年しか住めないっていうのは、初めて知ったんですよ、なんか僕。僕 <laughs> 今まで2回ぐらい引っ越したのに。その普通、普通借家っていうのが、 あの、2年契約で、で、その更新すればまた2年進めますよっていう。それがふ普通借家っていう契約方式で、その定期借家っていうのが、その、絶対に2年しか進めないみたいな。ああ、でもそれが、ああ、2年かーと思って、でも2年、今まで俺、引っ越してきて、あのね、過ごしたけど、2年ってあっという間だもんなーって、ず、常々思ってるから、たった2年で、その、ね、新しい、引っ越し場所、また探さなきゃいけないのか、つって、で、 ま、その、その間にまたお金必要だから、その、に、2年のタイム、2年のタイムリミットっていう、なんていうか、2年の制限時間の中で、さらに今よりも、あの、ビッグなユーチューバーに成長してなきゃいけないっていう、ちょっと自分を追い込む、追い込むっていう人生ルートも考えてみたんですけど、ん、でも2年か、<laughs> ちょっと厳しそうかもなって、ちょっと、 うん、結局、今、今契約途中の物件でいいかなっていう結論に至りましたね。はい。まあ、その、今その契約しようとしている物件も、まあ、その、ある程度、ある程度は、なんか、なんかそのワンルームとか、普通のマンションとかよりは、ある程度その、お隣近所の、あの、絵の迷惑とか気、気に、気にしなくても大丈夫そうな物件なんですよね。あの、まあ今、今住んでるとこもそうなんですけど、 なるべく、まあ僕はその、う歌、歌歌ったり声出したりとか、録音したりするんで、なるべくその、まあぼ要は、要はその、なんだろうな、その、周りの、周りの環境がうるさいとか俺全然平気なんですよ。全然寝れるから。例えば、まあまあその、隣近所がもう夜中、夜中中なんか、あの、わははって談笑談笑してたりうるさかったりしても俺は、あとはその、あの、道路の交通音とか、なんかトラックのガシャンガシャンとか工場の音とか全然俺平気なんで、 全然寝れちゃうタイプなんでいいんですけど、俺自身がその何か声出,しと声出しとかをしてお、その、俺以外の人たちに、がこう嫌がるっていうかね、ちょっと迷惑がられるっていうのが一番、一番その、避けたくて、一番避けたいので、そういう物件をいろいろ探してきて、で、まあ、その今契約中のところでいいかなってなったんですよね。<laughs> で、さらに、で、もしこう、もしこれこういう、 パターンだったら嬉しいなと思うのが、その、お隣さんが YouTuber っていうパターンね <laughs>。もしさ、お隣さん YouTuber だったらさ、もうめっちゃ気楽じゃないですか。その最初の引っ越しの挨拶して、あの、実は YouTuber なんですよって言われたら、えっ、そうなんですかあの、俺、全然あの、夜通し喋ってても声出し、全然騒いでもいい。全然平気です。大丈夫ですって言っとけば、お互いにね、お互いに気を使うこともなく声出しし放題だから。 そういう風に言っとけば <laughs>、めっちゃ気楽だ、うわ、天国だーってね、なるじゃないですか。まあ、YouTuber じゃなくても、例えばライバーさんとかでもいいし、うん、VTuber とかでもいいしね、TikToker でもいいし、まあ、とにかく、なんか、そういうこうじ、自己発信してる人こ、声を出して自己発信してる人が、隣、隣、お隣さんだったら嬉しいなっていう今、淡い期待を抱いております。願い、願い届くかな <laughs>。まだそのね、ね、この間、その内,内見しには行ったけど、 内見行ったけど、お隣、お隣さんどんな人がまだ全然、あの、会った、会ってないし、わかんないから、引っ越しの挨拶が緊張するな。まあ、どうなるか、本当にね。<laughs> えっと、予定は本当に8月、8月1日までには、あの、完全に荷物を、ね、移動させてっていう感じで、予定しております。いやー、ついに来たか、っていう感じですね。いやー、本当に本当に。 いやーでも平屋物件もね、そのいいなって思ってるんで、その今、まあ、これから引っ越そうとしてる物件の、物件でだ、だいぶ慣れてきて、で、YouTube もちょっともうちょっとその軌道に乗ってきて成長してきたら、また次のまた新天地探そうって思ってますね。もうちょっといいところ、いいところというか、さらにその声出し、声出し、思う存分、気兼ねなく声出しできるような物件選びをまたしたいなと思ってますね。それの繰り返しかなしばらくは <laughs>。 本当に自分が、なんか安心っていうか、安心してさ、騒げるような環境が本当欲しいわ。にゃーですよ、ほんとんと。ね。<laughs> まあ、とにかく見守っててください。こんな感じで。はい。では、えっと、夜勤上がりなんで、もう眠いんで寝ます。じゃあ、おやすみなさい。またねバイバーイ